はいゴミ、えー、屋敷さんからですね、えー、おたやせというか報告いただいております、まあ、この前、ですねあのテーマをいただきましてこの前いただいたのはうつ病と歯磨きというねテーマであのメッセージいただいたんですけど今回はです、ね、こんなメッセージをいただきましたゴミ屋敷ですと突然ですが,突然ですが今日、YouTuber デビューすることになりましたとおめでとうございます。 約2年半かかってようやく動けるようになりましたと、えー。公開動画2本。吉谷先生に対してお礼の動画を撮ったのですが、光回線もないし、Wi-Fi 環境でもないので、携帯電波から今からアップロードしますと。5G スマホを使っているので、アップロードはなぜか 4G 電波になってしまい、2本の動画アップロードし終わるのに最低7時間くらいかかりそうですと。今日中に吉谷さんに2本の動画、私のチャンネルを見ていただくことができるか微妙です。 私の YouTube チャンネル名とそのチャンネルのアドレスそして2本の動画リンクをまたお知らせしますということでおめでとうございますいやーようやく一歩踏み出せましたね今の今日の自分には勝ちましたね今日の自分 <laughs> 2年二年分の自分に勝ったじゃないですか <laughs> 2年分の自分に勝っておめでとうございますあのねこれ最強のライバルはね最強のライバルはやっぱね自分なんですよあの自分です まあね、ビジネスって競、ま、合、あ、他者だったりとか、まあ、個人でもライバルってのはもちろんいるんですけど最強の敵はね自分なんですよねだから自分にこうどう勝っていくのかっていうねここがあの、まあ、ビジネスの勝負でもあり人生の勝負でもありっていうだから自分とどう向き合っていくのか自分にどう今までの自分をどう超えていくのかって話ですねうん今まで通りだったら今まで通りなんで 今まで通りだったら今まで通りですから <laughs>。なんか違う人生を送りたいっていうことであるならば、今のまま、今の自分じゃダメなわけじゃないですか。今の自分で人生変えられてるんだったら、もう変えてますよねって話で。まあ何かしらこう変化していかないといけないですよね。でも変化するときって、人はね、怖いんですよ。そう。だから結局、そのまあ、その不満はあるんだけど、不安はあるんですよ。だから今現状に不満はあると。 あこんな人生じゃ終わりたくないっていう不満はあったりとかねお金の問題とかいろんな問題で不満はあるとでも何か新しいことをやろうとするとね不安が出てくるんですよこの不満と不安のこのなんだ連鎖というか <laughs> この縮図ですよねで結局不満と不安でどっちが勝つのかっていうと不えっと不安が勝つんですよ不満はあるんだけど不安が勝つからやらないんですよ だからずっと不満を言って生きていくっていう <laughs>。もしくはどっかで納得していくっていう話ですよね。うんだから何か新しいことをし,しようとすると、まあ全部不安だらけですし、うん、なんかみんなよくなんか、自信がないですとか、自信、なんか根拠のない自信とか、なんかそういう言葉だったりとか、自信っていう言葉があったりとかするじゃないですか。いや、そもそもほとんどみんな自信ないよっていう。 1>, まあ1割の人は自信あるかもしれないですけども、やったことがないことに、やったことがないわけですから、自信ってどこから生まれるのかっていうと、自信の多分メカニズムって、なんか自分の経験だったりとか、自分の体験だったりとか、なんかそ,そういうものから自信って生まれてくると思うんですよ。だけど何もやってないのに自信なんか生まれてくるわけがないので、だから最初はね、不安しかないですよね。だから、この不安に勝つためには何が必要かっていうと、もう勇気しかないですよ。 勇気持って一歩踏み出すっていうことぐらいしかないですよね。うん、ん。勇気を持って踏み出せるか踏み出せないか、それが早いのか遅いのか、もしくはずっと踏み出せないのかっていう話ですよね。で、まあ今回ね、2年半かかったということですけども、まあ一歩踏み出せたんで良かったと思います。うん。でも案外やっていけば、あとね、これも僕のマインドセットというか考え方であるんですけど、 あの最初はみんなつらいし最初はみんな難しいんですよでもそれはずっと続かないんですよずっと難しいっていうのは続かないんですよ例えば「九九」とかも九九は余裕でした僕はすいません九九全然覚えられなくてですねまあ今もちょっと曖昧で微妙な部分ありますけど <laughs> あのね母ちゃんと風呂場でねあの2人が2とかね23があ,あの九九表っていうのがあるじゃないですかでそ,のそれを 風呂場に張って母ちゃんと一緒に風呂入ってなんかそのそれ,それを言って出るみたいななんかそういうことをやってたんですけど全然覚えられなくてうんでも今ってその昔はねこう覚えられない難しいめんどくせえ勉強して句覚えないといけないめんどくせえなとかねめんどくさいとか覚えられないとかややこしいとか難しいとかあったじゃないですか今続いてますって話で <laughs>。 <laughs> まあ、もちろん勉強してなかったらねそれはそれを途中でリタイアして覚えなかったらあれなんだけども、まあ、それを乗り越えてしまえば九九を暗記してしまえばですよ今大人になってもね、まあ、僕は頭はアホですけど、まあ、ちょっと怪しい部分はありますけどまあまあ言えますよ簡単に簡単に昔の,その小学校の時にうわーいやわみたいなあーみたいなのは全くないですもん九九八十一とかね七八五十六とかね六五 怪しいですね。6548 <laughs>。ちょっと計算していいですか。6548か。6×6548。65、6530だ。<laughs> すみません。全然ダメですね。6530ですね。そうですね。65、5630。五五六三十七七7 7749ですね。ちょっと答え合わせしていいですか。7749。7749。 <世>界 <laughs> 6波56か6波566波566波48ですね <laughs> ダメだ <laughs> まあ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 ,、まあ、そまあ今はねあの電卓もありますしね <laughs> 言い訳なんですけどな何が言いたいのかっていうとその昔のその,その辛いというかそのわっていうところはもう慣れてしまえば簡単になるので。 うんまあ、できてない部分はありますけどねすみません忘れてしまってできてない部分はあるんですけどその要は精神的な負荷なんですよ行動を止めてる部分ってその慣れがないからその,その精神的なブロックなんですよね実はうんそこに対してのどれだけのせできるできないじゃなくてできるできないはもちろん関係あるかその精神的なブロックですもうほとんどがそれを行動を止めてます精神的なブロックですね だって不安、みんな僕も何万人のお客さんの質問いただいてるかわかんないですけど、ネットビジネス稼げますよって言ってるわけじゃないですか。<laughs> 本当ですかっていう不安ですよね。で、僕も19年前、18年前はね、あの不安ですみたいなメールを送りましたけど、うん、一歩が踏み出せませんみたいなメールをね、送りましたけど、うん、だから結局その行動を止めるのってそう,そういうとこじゃないですか。 精神的な部分ですよね気持ちの部分感情の部分そ,、まあ、そういうとこですようんだからそこはまあそういうもんなんで考え方でそうあの続かないよっていうこの難しいとかあのなんだろうな今厳き,きつらいとかそういうのはこなしていけば別にそれはずっとは続かないと今だけだよっていう,うんなんかそのかさぶたとかもそうじゃないですか自転車で転ぶじゃないですか自転車で転んで あのすり傷つけましたと。じゃあそのすり傷確かに今痛いんだけどもなんかかさぶたとなってねかさかさになってねあ元に戻ってるみたいだね <laughs> ずっと続かないじゃないですかもちろんその大事故とかねそのなんかその後遺症が残る大事,大事故をしましたとかではちょっと別枠ですようんだからずっとはやっぱ残んないのでだから今だけなんですよだからその今をどう 超えてていいくかっていうところ今をこう超え,を超えていく今を超えていく今を超えていく今を超えていくもうこの繰り返しなんですよ。で今辛いですよ。だって2年2年半かかってようやくできたわけですから結構しんどいじゃないですか。あやっとできたみたいな「うわ」みたいな感じですよね。これを定期的にこうやっていけばどん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 そのね回線環境は重いかもしれないですけど精神的な部分はどんどん軽くなります。 はい、回,線回線環境が重くても精神的な部分はどん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 軽くなってきます。これもう間違いないです。うん、まあ、ね、ゴミ屋敷さんはちょっと会社に行ってないんであれかもしれないですけど、会社とかもそうで、やっぱ新入社員でね、会社に出社するとき、一番目、一日目の会社員の出社するときなんかめちゃめちゃ緊張するじゃないですか。うわー、みたいなね。うわー、みたいな。 まあでもそれ5年とか出社したら別にそれはないわけじゃないですか。その,その気持ちその、その気持ちですよね。今日何、会社で仕事するんだろうとかね。何やんだろうみたいな。大丈夫かなとかね。本当に私この会社でやっていけるかしらとかね。そういうのはあんまなくなるじゃないですか。ただまあ5年、6年続けていくと、サザエさん部みたいになって、ダリーナみたいになってくる部分ありますけど。 また違う感情ですよねでそれも感情が邪魔するわけですよね。ね今度は違う感情。新入社員の時の感情は、今日何仕事やるのかなとか、どんな人がいるのかなとかね、どんな上司に巡り合うのかなとかね、どんな職場だろう、ドキドキ、ワクワク、ワクワク、いや、ドキドキ、ドキドキの方がしンドンみたいな、うわーみたいな、重いんですよね、めちゃくちゃ重い。うん で、まあ、それがまた数十年後は変わってもう慣れですよ慣れて今度めんどくせえなっていうね <laughs> 明日会社めんどくせえなみたいなまあそれも感情的な部分じゃないですかだからなななんかその止める要因ってそこなんですよねだから人間っていうのは思考と感情がこう別枠であってここがねややこしいんですよ だから、まあ、感情で思考をコントロールする時もあれば思考で感情をコントロールするっていうここがねバランスが非常に大切ですね感情が出た時には思考で、えー、感情をコントロールするで思考が出た時に感情でコントロールするみたいな,なんかこのバランス感覚がねすごい大事ですね本当にうんでこれがうまくできるようになるとまあ結構前に進みやすいですね うん、人間は考える生き物人間は気持ちの部分で気持ちの部分では落ち込む部分もあれば考えて落ち込む部分もあるんでだからここ思考と感情ここがどうこううまくね、えー、このなんだろうなこうやり合えるのかっていうのが大事ですね、うん、やりたくねえなっていう感情が出た時にどういうふうに思考でコントロールするのかで 思考的に考えて、思考的に考えて、ロジック的に、これ大丈夫なのかなみたいな。可能性、可能性を考えたら、なんですかね、例えば、前ね、飛行機に乗れない人がいて、飛行機に乗れない人が、なんかテレビかなんかで言ってたんですけど、確率のことをめっちゃなんか言ってたんですよ。確率がどうのこうのって、飛行機がどうのこうのみたいな。そん時に、その感情で、そこは飛行機に乗るみたいな。 ね、それ考えたらもうきがないじゃないですか確率ね <laughs> もう感情で乗るしかないですよね <laughs> まあ別に飛行機乗る乗らないのどっちでもいいと思うんですけどもしのの乗るってなった場合は思考で考えてもね結局確率のがどのこうのっつって落ちたらどうすんだみたいなそういう考えちゃうわけですからあもうあのん乗っちゃえみたいなね <laughs> まあええわーみたいなどう,どうにでもなれみたいなうんうんみたいな。 落ちたらしゃあねえみたいなね。なんかそういうところで振り切んない、そういうところで振りちぎんないと乗れないじゃないですか。<laughs> そ,このそこの思考の泥沼にはまってたらね。うん、はい。はい。まあとりあえず、あの、2年半かかりましたけど、おめでとうございます。よかったです。はい。まあこれからですね。まあこれからまた1な、2な、3な、またあのいろいろあると思いますけどね。今日出社できたけど。 出社、出社できたけど、もう今度ずっと出社できんのかと。で、ずっと出社していくと、今度ずっと出社していくことにな慣れて、今度違う感情が出てくるみたいなね。<laughs> まあ、ずっと自分との戦いですよ。はい。頑張っていきましょう。では。